ダンスをかっこよく踊るためにいつもやっていることとかありますか、ぜひ教えてくださいっていうことですね。どうですか、かっこよく見せる、かっこよく見せる、なんだろう、でも結構、やっぱ教えてもらったことをそのままやるんじゃなくて、自分のものといいますか、表情だったりとか、こう一番自分が見ててかっこいいものを、かっこいいものを探してます、鏡に向かって。なるほどね、かっこいいポージングだったりとかね。そうですよ、どちらかというとあんまりこう振りを教えてもらった時に本気でやらないんですよ、あんまり。何そのクロートぶった感じ。違う違う、なんかそこでやるよりはこう自分のものにしてからちゃんとやった方がやっぱりやりやすいのかなっていう自分の中であって。 あるんだね、そういうのはね。私はそうしてますね。なるほど、はい、どうですかカレンちゃん。私はやっぱり女の子なので、やっぱ女性ならではのかっこよさとかもあるなって思うので、どんなにかっこいい振りでも少しはちょっと女性らしさを入れたりとかは工夫したりはします。例えばどんな風に入れるの。例えば、例えばですね、よくやるのがこう、わかんないけど顔の角度は45度とかわかんないけど、髪の毛が長かったりするので髪の毛を使ったりとか、あとはそれと同時に角度も入れたりとか、顔の角度気にしてますよ。で直すんですけど直んないよ。直んないんですよ、よく言われます。でも角度ありそうだよね、みんなね。なんかビデオとか見てるとあるもんね、こうね。一個一個ちゃんとあるもんね、みんなね。はい、ということで。